どうも、竹の実畑雄です。今日もよろしくお願いします。はい、今日は山崎飲みましょうということでね、先日に当たりましたこの山崎のあのリミテッドエディション、これ2023です。ね、毎年ね、リミテッドエディションは応募はしてます。当たったことがないです。山崎も響きも白州も。応募はしますけど当たりません。で、先日ウイスキーくじでやっと当たって飲めます。で、この2023は毎年ね、このリミテッドエディション2023だけじゃなくて、毎年の分の基本路線としては12年以上の水ならだる原酒をふんだんに使ったというのが歌われております。こういう札が入っております。そしてね、水菜の芯だれで12年以上熟成を重ねた原酒を贅沢にブレンドし、どのくらい入ってるかは謎です。で、そういうものですね。そしてね、毎年その例えば2023だと、タルコーとかウッディな重厚っていうのをテーマにしてます。でね、去年のも一応12年以上の水ならをふんだんにってなってるんですけど、去年のは甘酸っぱさとかスパイス感だったかな、そういうのがテーマになっています。毎年その辺がね、やっぱ出来によって微妙に違うというところですね。で、今日はね、ロングエイジ12年リミテッド3つともね、ちょっととりあえずどんな違いがあるのかなというのをちょっとずつ飲んで、リミテッドだけ最後にちょっとね、ロックハイボールまで飲んでみたいなと思ってます。はい、12年、酔っ払うといけない、少しずつ、ね、見てって以上は開封です。リミテッドエディション、ちなみに定価1万1000円ですね。今ね、だいたいオークションとかなんとかでは3万円台、めちゃくちゃな話ですけどね。で、3万円台でだいたい取引されてますね。ではでは、どうしましょうかね。リミテッドから飲みたいのをぐっと我慢しつつ、定番の山崎ノンエイジ、香りからいきましょう。ノンエイジ、美味しそうな香り。12年は、やっぱりノンエイジよりぐっとね、こう締まった感じで、水なら感が増しますね。美味しそう。リミテッドエディション。香りはですね、12年よりはライト。で、ノンエイジに比べるとかなり樽感があります。水なら感は出てます。はい、ではでは、いただきます。ノンエイジ、うまい。ノンエイジといえどさすがの山崎の味わいということですね。ちょっと口をリセットして12年いきます。バノンゲージの後だと物が違う。重厚さ、タルカン、強いです。甘みも強いですね、こっちの方が。美味しい。12年、全然違います。いや、リミテッド香りがどう、
ちかといえば12年近い、ノンエイジに比べると水なら感がしっかりあるんですけど、12年と比べるとですね、好みの差もありますけど、12年の方が濃厚です。でもですね、その水ならっていう1点だけを絞ると、どうなんだろう、ちょっとこっちのリミテッドエディションでも美味しいかなという気はしますけど、ウッディの甘さとかそういう意味では12年がちょっと一味上かなと正直思いました。今ちょっとずつ加水してもう一口ずつ飲んでみましょう。ちょっと口をリセット。はい、ではノンエイジ、加水するとちょっと香りがですね、リミテッドエディションに近くなった、感じがします。香りが開いたって感じなんですかね。やっぱりもう常温の加水っていうのは、なんかそのウイスキーの可能性を感じさせるというか、開きますね、香りも味も。美味しいですね。で、アルコール度数は全部同じ43度。はい。12年。12年が、うわ、美味しい。いますね、ちょっと蜂蜜みたいな香りもふっとしてめちゃくちゃうまいです。12年加水するとリミテッドエディション、水ならだるをふんだんに使ったって言ってるだけあって、その辺はね分かるんですけど、ノンゲージと飲み比べると断然美味しいんですけどね。12年がいたらちょっと分が悪かったって感じですかね。これはこれで美味しいんですけどね、12年があまりにもいいんで、ああでもやっぱりリミテッドエディションも美味しいですね。タルカンウッディの甘さと水なら感もよく出てますし、美味しいと思いました。ではあとリミテッドエディションロックとハイボールしたいと思います。はい、ということで山崎の2023リミテッドエディションです。オンザロックでいただきます。あーなるほど、ウッディで重厚という意味合いは分かります。ノンエイジよりはだいぶかなりこう、タル感がありますね。木材感っていうか、やっぱりこう水なら香るというぐらいな、フルーティーというのはそんなには感じないところですね。ほんのり感じるのはちょっと感じなくもない柑橘系っていう感じかな。でもあんまりないですね。やっぱり重厚なウッディー感っていうのをやっぱり尊重してるんだと思います。ではハイボールしてみます。
はい、ということで山崎の2023リミテッドエディションハイボールにしてみました。いただきます。うん、まあまあ普通に美味しい。うん、そうですね、ハイボールになるとですね、タルカンとかウッディなところももちろん特徴としてはあるんですけど、少しフルーティーさが増したかなっていう感じがしました。スパイスとかはそんなに感じないんですけど、うん、甘みが、うん、ハイボールになると甘みが増しますね。フルーティーな甘みが増します。あ、美味しい。これはやっぱまあリミテッドエディション限定品っていうこともあるんで、まあ、定価で買えればね1万1000円、まあ高いっちゃ高いですけど、まあ12年をふんだんに使ったという意味合いで言うと、まあ山崎としてはまあそんなもんかなという。だ今のプレではちょっといただけないですけど、まあその値段に見合うぐらいの美味しさは十分あるなと思いました。ハイボールも美味しいです。飲み方としてはどの飲み方も美味しいですね。まあリミテッドエディションなんでなかなか手には入らないんで、どっかバーで見かけたら一杯お好きな飲み方で飲むと。でもこれよりも12年そのものの方が、山崎12年がもっと美味しいというのが今日改めて分かりましたということで、宅の日は竹をウイスキーメイン蒸留酒チャンネルプラスビールで、僕が飲みながら何かを喋るチャンネルです。ウイスキー好きお酒好きの方はぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日の宅の今はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。